時間になりましたので始めましょうかね。はい、よろしくお願いします。ではですね、本日は秋のオンライン一日体験入学ということで、えー、京都芸術大学通信教育部の体験入学講座にご参加いただき、ありがとうございます。私がですね、えー、通信教育部の文芸コースの主任を務めております、川崎翔平と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 はい、あええええ僕の方からも自己紹介させていただきます。はい、ます僕も文、えー、芸コース教員の、えっと、小川博敏と,と申します、えー。今日はですね、皆さんあのご参加くださいまして、ありがとうございます。あのぜひですね、文芸コースとどんなことを学ぶコースなのか、今日のですねあの体験入学を通じて、えー、知っていただきたいな、このコースのことを知っていただきたいなというふうに思っております。それではの川崎先生、早速、ご講義を、はい、<laughs> 始めます。 はい。文、えー、系コース体験授業、えー、シーンから考える物語の作り方。 とということで、まあ、文芸コースを、えー、参加されている学生の皆さんは、ですね、えー、皆さん小説を書きたい、文章を書きたいという方が多くいらっしゃいます。そこでですね本日は私も、えー、文章を書きたいと思っている方、小説を書きたいと思っている方、あるいは文章表現、あるいは文芸表現といったジャンルの表現にご興味がある方のための授業として、えー、スライドを作ってまいりました、えー。最初に断っておきますが、非常にこう珍しいタイプの授業を本日展開します。えー、文芸を 学を学ぶ場所、コース、学部、学科みたいなものはですね、日本の高等教育機関、大学、あるいは、えー、そういったもの、を文章に特化した学校みたいなものがたくさんありまして、いろんなところで学ぶことができます。ですが、今日皆さんに、えー、展開する、これから展開する講義に関しては、おそらく類を見ない。 そういう方法論を、えー、授業の一環として伝えるというのはまあちょっと例がないんじゃないかなというぐらい珍しい種類の講義となりますまあ、その辺の珍しさは、えー、折り紙付きですのでご期待いただければなと思う次第でございますはい本日の流れまずはですねシーンから考える物語の作り方と題して私の方から講義を転換させていただきます先ほど説明しました通りその後質疑応答等々を経て文芸構成についての説明を三沢さんに提供しましてまあ、最後に説明 世界について今後の予定ですねみたいなものを共有できればというところですはいじゃあ早速参りましょう何かね質問がありましたらまあ、講義中も全然受け付けたいと思うんですけれどもちょっと時間的にあの圧縮気味の講義で進めますから最後にまとめてお答えいたしますのでお答えいただければなというふうに思う次第でございますはいまあ。 シーンから考える物語の作り方。これが非常にトリッキーであるという説明はしましたが、とはいえスタンダードな書き方みたいなものを知らない上ではなかなか説明が難しいですよね。ですので、まずは一般的な物語の作り方というものを私の方からご説明を差し上げます。まあ、手順としてはこういうプロセスが考えられます。テーマを考える。プロットを決める。そしてシーンを書く。遂行し書き直し。 完成という流れれが一般的かもしれません細かく、えー、一つ一つのタームを説明していきますとまずテーマを考える意外と文章を書く小説を書く物語を書くという上では大事な部分でして何を伝えたいの何を訴えたいの主張は何なの そして一番大事な、誰にそれを届けたいのという部分を考える必要性。これは結構見落としがちな人いらっしゃいます。学生さんでもいらっしゃるときあります。まあ、もちろんそういったところを指導して、最終的な良いものに仕上げていくというのが文芸コースの学びの流れなんですけれども、ここの重要性については皆さんよく知っておく必要があるでしょう。何を伝えたいかが不明瞭な作品というのはやっぱり弱いんですね。あ、文章上手だなとか、ね、場面場面の面白さはあるな とかそういった作品はあるんですけども、じゃあ、その一冊の本、あるいは一つの作品、一つの小説を通じて、何を伝えたいのかが不明瞭、見えにくいなという作品は、やっぱり読後感、読者が読み終わった後の心に残る度合いがですね、弱いなというのが私の経験則から言えることです。ね、あ2、プロットを決める。 テーマが決まったらですね、次はプロットを決めたいなと思います。プロットって何という方に非常に簡単に説明しますと、物語の構成、それがプロットです。日本語では構成案とか、あるいはもっとざっくばらんに目次みたいな言い方をする場合もあります。これは編集者や作家さんによってそれぞれですね、いろんなパターンがありますが、大きく言うと物語の流れを決めるものであり、ある意味では作品の設計図とも言えるというものがこのプロットです。 作品を作る上で自分一人ではなく、例えばね、プロとして編集者と組んで、実際の出版社と一緒にお仕事をする場合なんていう時はですね、編集者さんはこのプロットを読んで、あこれならこの作家さんに任せてもよさそうだな、うん、これなら本に一冊することができるな、企画として合作員を出そう。企画として合作員を出そうっていうのは当然ですけれども、そのあと本として出版するっていう文脈を意味します。その上では当然本が一冊いくらになって、その本をどれくらい吸って、どのくらい 書店に届けてというところを、まあ、企画段階で決めるある程度は固めておくというのが出版の流れです出版流通の流れです。ですのでどんなものかが分からないとやっぱりその辺の数字が決められないんですね。かといってこう完成した原稿っていうものがないとどんなものか分からないっていうんじゃ仕事にならないのでプロットという物語の設計図を読んでですねあこれならいっぱい読者が増えそうだなたくさんの読者が読んでくれそうだなよしやろうみたいなことを決定するために 必要なわけでございます1番と2番までが、ね、テーマが決まってプロットが決まれば書き始めることができるというのがプロのお仕事の流れといえるでしょう。 申し遅れましたが、私、あの文芸コースの主任なんですけれども、まあえー、肩書きとしては作家であり、編集者でありという肩書きも持っています。えー、2011年ぐらいから、えー、と十何年、えー、編集者として仕事をしている傍ら、えー、作家として2010、まあ、作家としては、まあ、2000年代からやってたんですけれども、そういった活動を並行してやっていましたので、その辺の出版業界のシステムに詳しいというのが、えー、長所です。はい でこのプロットというものをしっかり作っておかないと、ね、設計図ですからね、何より苦しいのは作者当人なんですね。あどうやって次のページ書こうかなどうやって次のシーン書こうかなっていう時にプロットがボロボロだとね、書いていて苦しくなっちゃう。ああ、なんかこれじゃあちょっと辻褄が合わないなとか、この流れじゃあ読者読んでて面白くないと思っちゃうんじゃないかなとか、悩みや迷いが生じてしまうんですね。そうさせないためにはある程度完成度の高いプロットというものが必要なんだという話です。 3番、シーンを書く。 特にここではですね、物語における場面という意味合いで使っている言葉です。そのシーンが積み重なって物語となって作品となります。実際の作業、ね、小説を書くという行為、物語を作るという行為における時間の大半はですね、このシーンの描写に費やされるものです。読者が読むのもシーンです。作品の性品を分かつ要素としては一番決定的と言えるでしょう。読者はですね、最初に言ったようなコンセプトのに分類される、まあ、あのこの部分、テーマに関しての文字要素っていうのを読者は 読むこととがないとも言えますからね作者が決めている、作者と編集者が共有しているかもしれないけれども、それが表立って出てくることはあまりないと言える要素かもしれません。まあ、言ったりする場合もありますけどね、こういうテーマなんだみたいなね、まあでも言わなきゃ伝わらないテーマってなかなかかっこ悪いなって気もしますから、まあ、えっ、ーえー、と、ブラックボックスなものなのが1とか、あるいは2とかだと思うんですよね。ところが3は実際の文字要素として、本にね、文字詰めされて、文字組みされて、組みはされて、印刷されますから、ね、読者は読む部分ですよね。 はいでまあ、書いたら終わりかということもなくてです、ねえー、私が、あるいは京都芸術大学のこの通信教育課程における文芸コースが重視しているのはここ、遂行し、書き直す。書いたもので終わりということはやっぱりないんですね、文章を書く上で最も重要な作業だと僕は位置づけてるんですけれども、書いた文章を作者当人が読み返す。書いた、できた、完璧だみたいなことはまあまずない。 と僕は思ってます、ね。よほどのプロの作家でもそうです。ね、書くことをして、それを遂行する。この文章表現でいいのかなこの言葉こう書き直そうかなこの文章をこう書き直そうかなこの場面とこの場面入れ替えようかないろんないろんな書き直しがありますが、そういったことをしないとですね、やっぱり、 ボロボロの完成原稿になってしまうんですねボボロボロの原稿というのはやっぱり読者が一番最初に気づきます。なんだ、なんか手抜いてるな、雑だな、かっこ悪いな、面白くないなみたいなところの歌詞、傷って意味ですね、そういった気づきが起きてしまうのは書き直しがぬるいからです。読者のためであると同時に作者が成長するための作業にもなると書いてありますが、京都わが文芸コース、ここ非常に重視すると申し上げましたが、えー、課題において結構書き直しをさせることが多々あります。 でもそれは意地悪で言ってるんじゃないんですね。学生さんがより成長するため、文章を書くという行為において、より力をつけるために書き直しという作業を重要視してるんですね。はい で完成、この完成という定義も非常に僕は重要視していて、えー、書き終わった、書き直した、いいものができた、終わりではないんですね。やっぱりですね物語における完成というのは、ですね物語が読者と出会うことを含めて完成だと僕は思っています。ねまあ、編集者上がりだっていうのもあるんですけれども、ねそこで読者とつながらなかったら、物語は物語になりえない。 ね、ユーザビリティみたいな言葉ね結構最近は言いますけれどもユーザーと作品表現が結びつかないことには表現は僕は完成しないと思うんですよ。ですから完成というプロセスにおける読者の存在みたいなものは非常に重要視します。 ね、どうそうは言っても川崎だって学生だったら完成させたって読者に提供できるっていうプロセスまでだいぶ間があるじゃないか完成させていきなり本になるわけじゃないしどうやって読者と出会えばいいんだよって思うかもしれませんが、まあ、そこは考え方次第ですしカリキュラムの中で文芸コースは非常に多くの場面で学生相互間の読み合いという場を重視しています。ある学学生生がが書いたもののを他の学生が読む 自分が書いたものを他の方に読んでもらう、そういったプロセスを重要視しています。そこで出会う言葉こういうところが面白かったとか、こういうところが分かりにくかったみたいな言葉と出会うことで、つまり簡易的ですが、ね、文芸講師内で講師も含めて読者を型作ってですね、デザインしてですね、その読者と出会うことで物語の完成度、物語の強度です、ね、を強めていくというプロセスをする。 ですね、そのプロセスというものの重要性みたいなものは、ね、えー、文芸構想の中では結構、特筆すべき特徴的なカリキュラムとして展開しています。ね、実際やるとですね、面白いんですよ、ね。出来上がった、先生に点数つけてもらった、終わりよりはです、ね、出来上がった、誰かに読んでもらった、こういうこと言ってもらえた、なるほどと思ったっていう部分があるといとでは、その次、次に書くものに絶大な影響の差が出てしまうんですね。 そういうことをせずに、次々と書いても、成長しないまま、ということがよくあります。人に読んでもらうことで、次作るもの、次書くものが格段に良くなるという事例が多々あるんですね。そのプロセスは、皆さんも体験していただけるとわかると思います。はいでまあ、ザック・バランに、ね、一般的なという、ねえー、物語の。 作り方を説明しましたが、まあプロットという部分がですね、ちょっとわかりにくいかなとまだ思いますので、具体的なプロットの例みたいなものを今日持ってまいりました。プロットの実例、ね、なかなか目にすることがないと思います。ね。実際の小説家さんがねいらっしゃって、先生、私先生のファンなんです。先生のこの作品のプロット読ませてもらえませんかって言って、あいいよって言ってくれる先生、作家先生はまあまずいらっしゃらないと思います。 よほどお近づきになるか、よほど親しくなるか、あるいは出版社で勤務して編集者になるかぐらいじゃないと手に入らないのがプロットというものですが、えー、皆さん、えー、今日幸運ですねって言うとすくおこがましいので言いませんが、今日はですね、えー、お前のかよって言われてもそれまでなんですけれども、川崎翔平の実際のプロットというのをちょっとお見せしたいなと思いますので、今日持ってきましたので見てみましょう。じゃあ一回ちょっと共有停止して、別のものを共有しますよ。よいしょ。 えー、自分で没になった小説のプロットを見せるから、ちょっとこっぱずかしいんですけどね、えー、タイトル、一条兼里の野望、企画概要およびプロットということで、2021年10月11日に完成して、実際に私が、ま、名前は出しませんが、出版社さんの編集者の依頼を受けて、えー、作ったプロット企画書でございます、ね。結果として没になってしまいました、ねえーまあ。異世界ものが流行ってるから、異世界ものでライトノベルを書いてくれ、川崎って言われて、おっしゃ任しときって言って作ったものなんですけれども、まあ、ちょっと異世界の 解釈が私が浅かったんでしょうね、えー、あんなっけなく没になったということでございます。はいまあ、あらすじを読んでみると、ね、読むのもこっぱずかしいですが、言ってみましょうか、ね、歴壮多な高校生、藤見海斗の親友、金貞、アニメや漫画をこえなく愛する親友の正体は、現代日本にやってきた土佐の戦国大名、一条金貞だった。 実在する実在した人物なんですけれども、その歴史の人物に反を取って、まあ、ライトノベルを展開しようという企画書でございますね。<music> 一条金貞の持つ時間移動能力に巻き込まれ、カイトはヒロイン、ウテナと共に戦国時代にタイムスリップしてしまう。戦につく戦という時代において、どうにか生き延びようとするカイトとウテナ、そして二人を守り抜き、現代に帰そうとする一条金貞。だが激動する時代の潮流は三人の意志を容赦なく踏みねじる。文化とは何か、平和とは何か。 生きるとは何かを三人の若者は問い続け、それぞれの戦いに身を投じていく、点々、点々、点々っていんてんてんてんって、まあ、一冊のプロットですから、ね、連載ものというよりは書き下ろしの小説、だいた10万字、12、三3万字を想定したプロットですので、結構細かく書いてますね、終わりまで書いてます。キャラクター設定があってゼロ章があって 1>, 1章があって、2章があって、2章は2章でもね、どういった章の展開かということを細かく場面まで決めてるんですね。2章、一条金舌出陣とあって、2章は A61 年、1568年の戸坂峠の戦いが舞台。一条金舌の出陣同行する怪盗とウテナは、リアルな戦争を目の当たりにし、衝撃を受ける。現代人の2人が覚悟を決める章。 とあってですね2の1、河野氏と対立する宇都宮豊んに加勢するために、伊予の国に攻め込む一号兵の軍勢、なぜか北も初陣として参加することになり、森役の解とと、うらも従軍する云々ぬんかんぬんとあって、2の2、2の3、二の4、2の5と、細かくですね場面場面でどういったことが起きるか、登場人物が何をするか、そこまでしっかり決めてます。ね、しっかり決めて、この場面ではこういうふうに書くよい大体一つのシーンにおいて、まあ、 5セン以下ぐらいで進めていくよみたいな想定のもと、しっかりと、ね、決めてるんですね。何が起こるか決めてる。2章、3章、4章、6章の感じなうん、6章ね。最後のところまで書いてね、ね、えー、終わりですというふうにしているんですね。ここまでやってこそというところがあります。デモスとカスシキ偉そうに言ってくると、ツだったんでしょう。はい、ボツだったんですけれども、ねえー、そのボツであることは、まあ、置いといて、 もうちょっと別の企画書に行きましょうかね。えっ、ー、と、他の企画書で行くと、はい。今度はですね、漫画の企画書ですね。私、あのー、漫画家というわけじゃないんですけど、漫画も書いてますので、そういったもののプロットも、まあ、ご覧いただければということでね、新規企画書、2021年1月14日、去年1年。 去年の1月に書いた企画書ですね。タイトル、獣版見て、古典探訪過去仮、まあ。タイトルはこの場合では仮だったんでしょう。ね、概要、獣版見てシリーズ、まあ。このシリーズって言いますか、私の作品がありまして、まあ、出版社を舞台にした 漫画なんですけれども、そのシリーズのスピンオフ作品ですよと、主人公と編集長がタイムトラベルをして、古典の著者と出会い、そのやり取りの中で古典の面白さ、意義を再発見するというストーリーですよ読者に古典への興味、関心を抱かせ、古典新訳文庫に誘うのが狙いの企画ですよと、まあ、古典新訳文庫って言っちゃってるんで、この版本がバレそうですねあ、でもこれはあれか、実現した企画だからいいのか、版本がレても。で、公文社っていう出版社がやっている古典新訳文庫っていうシリーズがあるんですけれども、それのタイアップする企画ですね。 登場人物はこれで、えー、構成案、これがプロットですね。第1話はバルザックをやろうと。ね、第2話はロビンソン・クルーソーでデフォー、ダニエル・デフォーをやろうと。ね、第3話は、ね、賭博者、ドスエスキやろうで。どんな話にするかも書いてある。ね、目覚めると1 8 6 2年のビースバーデンにいた2人。ロギンを稼ごうと向かった賭博場で2人は血相を変えてルーレットに興じる中年男と出会う。 その中年男のあまりに下手くそな書き方、勝負のなさに諦めた編集長が手を貸してやると言い出して、ねまあ、この産業学ぐらいでまとめちゃってるんで、まあ、詳細なプロットというのはちょっとだいぶ無理がありますし、漫画だったらこのあとネームというものを切らなければいけませんので、まあ、ネームこのあと切ってるんですけれども、大枠としては第3話でドストエフスキーの賭博者を扱うよと、そして、ね、過去にタイムスリップした、ビースバーディーにタイムスリップした男二人、主人公と編集、主人公2人がえ中年男、まあ、ドストエフスキー。 ドストエスキと出会うんだよということが分かるという流れになっています、まあ。だいぶざっくりとはしてますが、これもプロットの一つですね。4はヘミングウェイ、5はカフカ、6はマン、7はウェルズで、バタイユで、ジョージ・ギッシングで、10はサンテグジュベリでという形で、えー、基本的なプロットとして、えー、書いています、ね。こういったものもプロットの一つと言えるでしょう、ね。もう少し細かい例とかも、ね、見てみましょうか。ね えー、今度は完全に書籍のプロット、構成案、目次ですね。はい。ね、これもまあ、プロット、一種のプロットです。2018年。 6月25日とありますね。まあ、実際に、えー、っと企画として成立して2020年の3月ぐらいに出版されたものだったと思います。4月だったかな私だったけど。はい。ストーリーで分かる学びのスキル、過去かありって、ね、実際タイトルは全然違うものにありましたが、ね。はい、えー。もう目次が書いてあるわけですね。目次、序章、学びのスキルはなぜ必要か。ね。えー、第一章、調べる。ね、どんな風に調べるのいや ?1 の1、過去を調べる。1の2、縦方向に調べる。1の3、現在を調べるみたいな感じ。 で各章にの細かい目次まで書いてあるわけですね。まあ、皆さんもね、こう大体目次を見れば、うん、こんなことが書いてありそうだな、みたいなことは予測がつくと思います。予測がつくということは、内容に関しておおよそ、ね、全体の像がわかる。設計図としてどういう流れで一冊が完成するかわかるというふうになってるんですね。第2章を考える。第3章を書く。 ね、一応ね、こう小々ごとのな流れも書いたわけです。どうすれば伝わる文章が書けるのか、具体的な文章術をレポートや論文に共通して応用できる構成をベースに書いて、継続的に書くためのコツも補足とか言ってね、細かく細かくどういう内容かを徹底的に詰めておく目次案です。ね、第4章伝,わ伝えるえ で、最後、終章を学び続けるためにね、ね、えー、終わりにがあって、まあ、企画書なんで、著者落歴も一応書いてありますね。1981年れ埼玉県出身、東京芸術大学軍かっつって、まあ、私はこういう人間ですよ、ということを書いて、企画書に仕上げその企画書の中にプロットも書いてあるという例ですね。なか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 、こう、いろいろな定義がありますが、えー、この企画書で企画を通すと、あ、じゃあ、川崎翔平、じゃ一冊書いてくれや、ということで、えー、書き下ろしの仕事として、えー、まあ、契約書とかあれ、 出版業界ってあんま交わさないんですけど、まあえー、企画が成立し、出版社がよし、出してやるぞというタームに入ったことになって、私は仕事としてこの執筆を進められたということです。ねえー、っとここぐらいまで細かくやらないと首を縦に振らないと思ってください。ね、企画書というもの、こういう第4章を伝える、第3章、2> うん、第2章。 考える。第一章、調べる。ぐらいな雑な、雑というか、ざっくりしすぎな、えー、プロットだと、えー、編集者は首を縦に振ってくれません。ね、ここまで細かくやる。もう細かくさでいくと、ページ数まで書いてますからね。全部でこの章は32ページで、章扉が1ページあって、コラムも1ページあって、みたいなね。私はその、作家でありながら編集者でもあるので、その章ごとのページネーションというか、大割りって言うんですけど、そういったものを頭の中で組み立てるという作業が得意というか、えー、それのプロでやっていた、 やっているのであすません、京都芸術大学に赴任してからもう編集者としてのあまり仕事しなくなっているので、最近はやってませんが、やっていた時代の企画書ですので、まあこんなものは一応ちゃんと書いとく。もっと言うとね、本をどうやるかまで書いてる英語版。 で本のサイズはこれで波性、波製。波製ってのは要するにソフトカバーと呼ばれる種類の本ですね。ハードカバーじゃなくて、まあえー、無線閉じでということですね。192ページ、左閉じ、横組、ね。閉じ方向が左で閉じてあって、つまり横組で、ね、文章は横に組んであって、みたいなことまで決め打ってる。ね、ここまで考えてるよというところが、まあ、ここまで考える必要が企画書であるのかどうかは疑問っちゃ疑問なのかもしれないですけど、まあえー、丁寧な企画書であることは一つ言えるでしょう。 ね、文芸コース、ね、非常に特徴的ですが、ね、単純に小説家養成講座ではございません。文芸表現というものをすごく広く捉えて、いろんな形の文芸表現がこの世にはあるよという前提のもと、文芸コースはいろんなカリキュラムで授業を進めていきます。いろんなカリキュラムによっていろんな授業があります。ですので、ね、中には企画書の書き方みたいなものもありますし、ね、私、文芸コースで文芸学んで書くことも好きになった、読むことも好きになった、でも小説家というよりは編集者になりたいなみたいなことも。 もしし今日、えー、と参加さされてい皆さんの中でで思う方がららっしゃっゃたらおす,すめです私はそういった部分も文芸表現に連なるものだと思っていますから、ね、編集者として活躍するための基礎教養、あるいは応用技術もしっかり学び取れるカリキュラムが文芸コースには存在します。ね、ここはもう堂々と胸を張って言えますし、他、えー、大学との、えー、明確な差だと自負しているところでもございますので、この程度の企画書であれば、皆さん卒業までには楽勝で書けるようになるはずです。 そしてこの程度の企画書で出版業界で仕事ができている人間が私ですので皆さんもそのレベルには達することができるということでございます。はい。えー、はい。共有の停止して元に戻りましょう。 はい。今ね、プロットの実例。一番ね、えっ、ー、と、つま、えー、つまんないで自分で言っちゃった。ね、あの、小説のプロット、没になった例ね。ね、うんえー、漫画のプロットね、えー、っと、古典、海外古典文学と漫画を組み合わせたプロットを見せましたね。お見せしましたね。はい。三番ね小、実際に書籍になった、えー、書籍のプロット。ミネル場所法が出てるんですね。タイトルは、 大学一年生の君が初めてレポートを書くまでっていうタイトルだ。そうと思いました。で、これが、えー、とミネルバ書房から2020年、21年、どっちだったっけな ?2020 年か。2020年だ。ごめん、に出た。という本ですね。という感じでプロットの実例をお見せいたしました。こういった感じで作っていくのがプロットなんですね。そしてこういった感じで作っていくのが、今皆さんにお伝えした、いわゆる一般的な、つまりプロットから考える物語の作り方でございます。 ね。こういった物語の作り方の特徴を最後にまとめとしてお伝えしましょう。ね。やっぱりプロットという設計図があることによって、これから作者が何を書くのかということが、作者自身も、そして一緒にお仕事をする編集者もイメージができるんですよ。ね。頼んだわ。ね。川崎、川崎ってやつに何か作ってって頼んだけど、どんなの作るんだろうわかんねえな。まあ、原稿出来上がるの待つか。みたいな仕事の仕方をする編集者って、まあ、まずいないんですよ。よっ ほどの作家さんだと思いますその作家さんに頼めば何が出てこようが5万部は10万部は余裕で売れるっていうことじゃない限りはそんな仕事の進め方する編集者いないと思うんですよね。やっぱりどんな編集者もどんな作品が出来上がるか事前に知っておかないと、ね、営業の組み方広告宣伝の打ち方、ね、えどうやって、えっと、書店さんに営業をかけるかとか決められませんから、ね、なので、ね、これから何を書くのかが分かるためのプロットは大事。 で、今度は作家さん目線で行くと、プロットがね、道しるべになるんですね。なので、それおかげで執筆途中に迷うことが少なくなるんです。で、結果として、計画通りに書けるんですね。で計画通りに書けるってことは、スピーディーに書けるんですね。プロの作家っていうのは当たり前ですけれども、忙しいです、ね。忙しい作家さんというのは、ある程度のスピードで、えー、物語を作っていく必要がどうしても出てきます。出ないとあの、お仕事にならないっていうのが、えー、言えるので。ねえー、なので、物語が完成できます。計画通りに。それが非常なメリットになります。 ねえー、っと通信教育のこの家庭では、ですね文芸コースはですね結構、社会人の学生の方多いと思います。ね社会人でお仕事されているとか、あるいは、ねえー、ご家庭でいろんなことをされている、ね、家事をされているとか、いろんな立場、いろんなつまり学ぶこと以外で時間を使わなければいけないというバックボーンをお持ちの方がいっぱいいらっしゃると思います。それはどう大切なことだとだ思うんですよ、ね 学ぶことだけに専念できるっていう自由度が許されるというのは相当特殊な例で、皆さん、皆さんなりの立場でいろんなものを背負ってらっしゃると思います。ですから、時間は限られている。時間が限られているという立場からすると、このプロットから考える物語の作り方、一般的な作り方ですね、これはとても大事なんですね。はいなので、そういった時間を大切にしたい人にとっては有効な書き方でしょう。ねまあ、一方で、こういう指摘もできます。ある面では予想外の結果は得にくいとも言える。ね つまり、プロットがあって、それに従って作者は書くわけですから、ね、プロットに従って設計図通り書くわけです。途中でね、いや、こうなるとは思わなかった、自分自身でも、みたいなことは起こらないんですよ。だって、その通り設計図があるわけですから、ね、こう書くと決めて、こう、その通り書いてるんですから、書かれたものは作者の予想通り、それを受け取った編集者も予想通り。 じゃないと困るんですねえっ、ー、こうなるなんてーみたいなことが起きてしまうと、まあ、それが面白ければね、全然お、まあ、オールオッケーなんですけれども、その面白ければオッケーって言いましたけど、でその面白ければオッケーがね、その側、物理的な構造にまで影響しちゃうとさ、問題なわけですよね。プロットではこうなってたから、うんうん、じゃあ大体、えっ、ー、と、208ページの本になるな、うんうんって思ってたらね、ごめんなさい、ちょっとプロットを無視しちゃって、えっ、ー、と、原稿用紙500枚追加しちゃいましたってなったら、ええー、っつってね、ページ数が200のどころか400 超えちゃうじゃんってなってくるともう予算が変わってきますからね1700円で売るつもりだったんだけどこれ1700円じゃ元取れねえから2500円にしなきゃ2500円にしなきゃってなった瞬間に取り次さんに頭を下げて出版社さん、えー、と営業さんに頭を下げてで書店さんに頭を下げて「すみませんあのタイトルも変わるし、えー、と何よりページのが増えたんで値段変わるしあの本の幅も変わるからすみません」みたいなことになってしまうといろんな人に迷惑かかるので大変です。 ね、っていう予想外の結果は起きちゃいけないという面もあって、プロットを作るんですけれども、その点からいくと予想外の結果は得にくいというものなんですね。でその予想外の結果が得にくいというのは、ですねこうさあの作者目線でいくと、ですね書いている段階での作業が非常に作業、安調な作業になってしまうんですね。 はい、執筆に心がなえる、な、まあ、えるというところまでいくと大げさになってしまうかもしれませんが、ね、やっぱりですねこう何かこう、えー、非常にこう朝起きて、机に向かって書いて、お昼食べて、また午後も書いて、夕方になって保育園に迎えに行って、家事やって、寝かしつけして、夜になってまた書いてみたいなことの繰り返しの中での刺激みたいなのがなくなってくると、みたいなね、まあ、これはまた別の話ですけれども、そういったところの側面が、アルトナイトでは、ねえー、どうなんだろうという面が。 あったりします。はいね、というわけでまあ,あのメリット一応一旦あるぞというのがプロットから考える物語の,の作り方でございましたね、まあ。もうちょっと詳しくその一般的な書き方教えてよーという人はご安心ください。ちゃんと文芸コースの学びをこうに参加していただけるとですね本当にいろんな専門家の先生方がいろんな角度から創設の構造、創設の技法、創設の応用的な書き方。 すべてのタームにわたっていろんな先生がね、1個や2個じゃない、たくさんの講義であなたたちの疑問、あなたたちの欲求、学生さんの要望に応える形の講座を持っていますので、ご安心ください。ね、今日やるのは非常にトリッキーなやり方。 シーンから考える物語の,かの作り方というものを説明しますので、ね、これに関しては、ね、先ほどの繰り返しになりますが、ねえー、日本のどのど文芸を学ぶ場ででも教えてくれない書き方です、まあ、それゆえにトリッキーすぎて使えねえよと言われてしまったら、私もふーんっていうね、反省しますって言うしかないんですけれども、ね、あなたたちにとって、今日参加された皆さんにとって、面白いアイデアのヒントとなることだけは保証させてください。 まあごたくはいいから早く行きようって感じ,です、ね、じゃあ、行きましょう。ね。実例を書いてみました。シーンです。場面です。読んでみましょう。言うしかないと思ったら、ここで言っておかないと、きっと私は後悔する。君のことが好きです。K の唇が小さく開く。え ?3 点リーダー、3点リーダー。 ね、3点リーダー2倍というのがね、出版的な出版のルールだーとか言われてますまあ別に2倍を3倍にし,しようか、4倍にしようかと別にいいんですけど、まあ、私は編集者なので、割とシステマチックに2倍で使ってますが、まあ、そういうことはされておいて、これが場面です。まあ、何の場面かと言ったら、何の場面なんでしょうね。まあ、好きですって言ってくれるから告白してるんじゃないですかね。ねこの私っていう人が言わないと後悔するって言ってるから、ね、君のことが好きですって言ってるんでしょうね。で、K の唇が小さく開く、えって言ってくれるから、まあ、そらく私は K に対して、君。 って言ってるんでしょうねで君のことが好きですって言っている、まあ、告白のシーンなんでしょうね前後の文脈というのがこの段階ではございません私も考えついてませんですのでシーンから書くという場面のシーンだけが今存在する状態です えそんな書き方あるかと思うかもしれませんが、まあ、どうやっていくか、ね、具体的にこう執筆してきましたので見ていきましょう。ねえー、これは別に引用とか出典とかないです。私が今日のために、えー、とゼロから書いた小説のシーンですのでご安心ください。ね、著作権に触れることはないで私が持っている著作権ですので、ねはい。これを面白くしたいじゃないですか。やっぱり。面白い文章を書きたいですよね、皆さんね。どうすれば面白くなるか。今のもだとちょっと というか、かなりつまんないですよね。私が K に告白したシーンだと言われると。はぁ、ふんへん。で、川崎、このクソつまんなそうな小説がどうなるのってね。ちょっと工夫するだけで面白くなるんですよ。工夫してみましょう。はい、次。ね。一文字だけ書いてみました、ね。言うしかないと思った。ここで言っておかないときっと私は後悔する。君のことは好きです。A の唇が小さく開く。えっね。 違いわかりますよねわざわざ赤字にしましたが、ね、君のことが好きですという文章を君のことは好きですと書いてみた、ね。たった一文字しか,しか変わらないですが、ね、これが日本語の面白さ、これが文芸の面白さ、これが文芸表現のだご味の一つでございます、ね。たった一つ、たった一文字変えるだけでガラッと変わるのが日本語です。 その日本語の魅力をね全身全霊をかけて体現する、学ぶ。それが、京都芸術大学通信教育課程、ね、芸術学科、文芸コースの面白さでございます。ちょっとね、絵にしてみましょうか。ね私、漫画家でもあるんでね、ね漫画描いてきました。ね,ねまあ左閉じだと思ってください。横組なのでね、ねこっちの左側から読んでみましょう。ね君のことが好きですってネ、ね、クタイ締めたキャラクターが言って、えっ、ね これがこの場面ですね。15ページの場面を絵から絵画化、漫画化したものですね。さっきちらっと作者落石見,見せちゃいましたけどね。本当に川崎、お前、この絵で東京芸術大学出てんの出てるんですよ。びっくりでしょね。私もびっくりで方々でよく言われますが、えー、事実は事実なので変えられません。ね。はい。まあ話はさておいて、私の絵の議論に関して置いておくとして、次のページ。君のことは好きです。 この絵って言ってるキャラクターはね、こっちでもこっちでも同じ絵ですけれどもね、この絵に含まれるね、意味、セリフ、あるいはこの絵を発する前後、ね、私はこういったものを文観、文の間、あるいは文、より大きな物語の中の構造として文脈と呼んだりしますが、その文脈にせよ、文観にせよ、絶大な違いがあることが分かりますか ねまあ、和とが,が違うだけでしょ川崎そんなに難しいことって難しいこととまでは言いませんが和と和の違いというものに言及すると、まあ、話が長くなっちゃうんですけど、まあ、一応文芸コースの授業と一貫としてフォローしておきましょう。ね、和と歯の違い、ね。スープがおいしかった。スープはおいしかった。君、姿勢がいいね。君、姿勢はいいね。ねこの2つの2行のテストで例ですと、ね、絶大な違いかの分かります、ね 駅前にできた中華料理行ったおい、ったっで、スープがおいしかったよっていう場合と、スープはおいしかったよっていう場合、ね、多分麺がまずかったのか、ね、もうチャーハンが食えたもんじゃなかったのかっていうのが、スープはおいしかったという文脈にあるのかもしれません。ね。あるいはもっと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 深いところでね、スープはおいしかった。ね。ね、何か別の店舗を比較対象のな文脈の中で、ね、まあ、スープはその駅前にできた新規店舗はおいしかったなという文、文で、何、ね、か表性をね、含んでるかもしれませんね。 ね「君姿勢がいいね」ねこれがね,なんかね上司から褒められてる言葉なんだとするとね、えー、あそしてありがとうございますって感じですけれどもねこの「君姿勢はいいね」だとねこれなんかもしかしたら褒められてない可能性すらありますよねね君姿勢はいいいんんんだだだけどもううなかか頼んだ書類とかすんげー雑だねっていうね。 なんか姿勢はいいんだけど、細かいところすごくあのエラーが多いよねっていうお叱りの可能性すらありますよね。こっちのがが褒めてるのに対して和は,は褒めてない可能性すらね。またまた別の文脈もありますね。僕がやるよ。僕はやるよ、ね。どっちがどっちなんですかね。この僕がやるよっていうとね、なんかね、こう困ってる時にね、えー、率先して手を挙げたヒーローみたいな文脈かもしれません。ね、でも僕はやるよ。 えこれもね、またね、ヒーロー的な文脈あるかもしれませんよね。前後の文脈の描き方、そしてこのセリフの意味合いみたいなものを考えたときに、ね、前者、ね、どっちが上とかいう話じゃないですからね。前者と後者、ね、和とがで全然違う物語が展開しているよということに皆さん今日気づいてくれれば十分でございます。ね。あなたが大学生 あなたは大学生まあ今、イントネーションの仕方でね、日本語って全然文脈を変えるやすいので、まあ声に出してるからずるいよって話もあるかもしれないですけれども、まあ読み物だとしてもね、読者は心の中で言葉にして読んでる可能性がありますから、がとはで違うというところ、いろいろな違いが作れるということはお分かりいただけるかと思いますね。そういったものの面白さみたいなものをね、えー、考えてくれれば、この和とがの違いは OK です。はい。で、和で言ってみたところで進めてみましょうか。ね。 この「和で言ったところもしかしたら「君のことは好きです」って言ってるんだとしたらね「君のことが好きです」だったら告白かもしれないけど「君のことは好きです」だとするとね「君のことは好きなんだが、ね、何かしらその後の拒絶があるのかもしれない。つまり告白じゃない可能性もあるな」 で書いた自分でそう思った私はその前の部分を補足してみました。ね、場面から作るという書き方でこのさっき書いた今青線で引っ張っているところの場面に対して前の場面を考えてみたということですね。読んでみましょう。誤解の応酬は旗から見れば悲劇だが、費やされる。感情の総理を思えば当事者にとっては悲劇でしかない。このまま期待させるだけでは傷つける。点ん点んてだけではなく私を思う。だから私は覚悟を決めた。言いるしかないと。 ここで言っておかないときっと私は後悔する。君のことは好きです。K の唇が小さく開く。えっつまり、まあ、おそらく私がこの最初に書いた場面に対して、前半部分、ね、その前後の部分の前を過筆した段階ですが、この過筆によって、ね、好きですという言い方をして、相手を肯定しているんだが、何らかの相手の要求に対しては答えられないということを匂わせてるんだという文脈を書いたんです。 ね、だから誤解の応酬何かしら誤解があるんですよねすれ違いというかねでそれを重ねていくっていうことをしていた私と K なんだけれどもまあそれ続けるだけではちょっといつか俺も傷つけちゃうなねだからはっきりもうお前とは付き合えないよって言っとこうって思って私は覚悟を決めたんじゃないかなっていうふうに考えて前を書いたんですね前後の部分善を書いたんですね善、まあ、書くと後も書きたくなる。 はい、5を書いてみました。え、K の唇が小さく開く。え、の後ですね。私は踏み込んだ。K の感情の発言を困りたかった。でもごめんなさい、無理なんです。悪態の一つでもかければ、どれだけ楽だろう。ある意味、偽薬すら演じえない私はきっと優しさが欠落しているのである。K に罵倒するチャンスぐらい、どうして提供できない全く自分の卑怯な未熟さが恨めしくなり、急いで K に背を向ける。K の言葉を渡す時には、私は足を引きずりながら歩き出していた。ね。 まあだから、K に期待させて、K に、なんか、付き合える可能性みたいなものを、匂わせちゃったままつながるとあれやから、ね、もうしっかりね、君のことは好きなんだけれども、ね、君、ごめんなさい、無理なんですと、はっきり言おうという展開ですね。一番最初にご提案、皆さんに提供したあの分シーンの、今度は前後の5を書いたんですね。踏み込んだ。ね、無理なんですと、はっきり言った。ね、その後こう、やっぱ自分は反省してるんですね。 ね、まあね、K にいろいろこう、K は私のことを好きになるかもしれないけれども、ね、はっきりと無理なんですと言っちゃった。ね、でもこれでね、なんかね、こう、なんか悪態の一つもついてあげればね、K にね、ねもうやだっお前なんか嫌だったんだよ、めんどくさかったんだよー、バーカバーカみたいなことがね、言えればね、もしかしたらこうね、悪態をね、疑惑的につければ、ね、K もそれにショックを受けて、なんだ優しい人だと思ったのに、これ私っていう人、すごい嫌なやつじゃ、もうこれじゃあ別れてよかったってなる。 っていうチャンスを与えてあげたらよかったんじゃないかなって自己。 否定しているんですね。まあ自己否定ってね、自己肯定のね、裏返しですからね、みたいな話をこうニヤニヤ想像しながら書いてるんですね。これがシーンから書くことの面白さ。どういうことかっていうと、文脈における私と K の関係性っていうものをね、プロットが存在してないので決まってないんですよ。<laughs> 私って何者なのか、K が何者なのか。私、今自分、私この前の作者の私、ね、まあ一年生僕に変えましょうかねか。川崎に変えましょう。川崎はこの段階でね、私がどんなキャラなのか、K がどんなキャラなのか決めてないんです。 決めてる前はないまま前後で書いてるので、非常にこう想像性がら書いてるので、面白いんですね。だってわかんないじゃない俺もって言ったらもう今さ、なんか国産がどうかみたいな話私言っちゃいましたけど、性別もわかんないよね。君のことは好きですって言ってる私なのは男性なのか、ね。K が唇が小さくて、ま、唇が小さく描くみたいな描写からね、ギリギリなんかこう、 ね、か弱い印象から女性なのかなとか思っちゃうけどねでもか弱い印象から女性なのかなって非常,非常にね限定的な言い方だから差別的だというふうな文脈があるんだとすればね性別を規定してないんだっていうことをしたとしてもいいでしょうしね自由な発露があってもいいかもしれませんねで K の言葉を待たずに「私は足を引きずりながら歩き出していた」ね、って書いたんですね多分ここで「私は足を引きずりながら歩き出していた」っていうのもなんとなくこうスタスタ歩いていくとすごくなんかえの 意地悪な感じがするので自己否定しつつも自己肯定を従っている迷いを表現するために私は足を引きずりながら歩き出していたって書いたんですよ、僕は、えー、川崎は。ただ、川崎はこれを書いた後足を引きずりながら歩き出していた。足を引きずるってことは何かしらその心理的な迷いを表していると同時に、これ、 伏線,、まあ、線ってね、その後の展開に作用するからあるんですけど、ね、前後が入れ替わってるし、書いてる順番がむちゃくちゃなので、ね、この場合の伏線の意味合いはい一般的な伏線とはまた意味が違いますが、ね、川崎はこの一行を何気なく書いた後使えるんじゃないかなと思ったんですね。足を引きずってるんだったら何かこれ使えないかと。書いてみたので、ね、ヒールじゃなくてパンプスにすればよかった。 ケイのささやかな願いを叶えてあげるための無茶は、私の肉体と精神の双方に鈍い痛みをもたらしていた。いや、ひょっとするとケイも私の無理を察しているのかもしれない。あるいはケイだって私のために無謀を観光しているのかもしれない。誤解の応酬は旗から見れば悲劇だが、釣り出される感情の総量を思えば当事者にとっては悲劇でしかない。このまま期待させるだけでは傷つけ、ケイだけではなく私をも。だから私は覚悟を決めた、ね。ヒールじゃなくてパンプスって言い方からすると、ね、どうやらこの。 作中の私が履いていてるる靴靴はヒールがある靴なんだと、ね、ただヒールがある靴にすることによって最後の足を引きずるという表現にひもづいているんだとすればねああじゃあ何私って女性だったのという思いを至るというよりはまあそうやって思い至ってもいいんですけど僕はこう思ったんです川崎はこう思ったんですね,ねヒールじゃなくてパンプスにすればよかったっていう言い方と 私は足を引きずりながら歩き出していたという言い方を、ね、文章を含有して考えるのであれば、ひょっとしたら私はヒール,に履きなヒールというものを履き慣れていなかった。ね、あえて、K のささやかな願いって書いてあるから、K のためにヒールを履いた。ね、K のためにヒールを履いたという好意性が、一体どういう意味をもたらすのかな。 そういうところまで考えて、このシーンをさらに膨らませて、ね、もし K のためにヒールを履く、それが慣れない、ね、ヒールという存在を生み出し、それが故に足を引きずっているんだとしたら、ね、普段ヒールを履かない存在であるということが私のキャラクターに一つ加わったわけですね。普段ヒールを履かない存在という私というキャラクターであるならば、この私。 肉体的な性別がもしかしたら男性でもいいんじゃないかな。男性なんだけどヒールを履いた。男性なんだけどヒールを履いたというこの作中の私が、その行為が K のささやかな願いに起因するのだとしたら、K の性別は、あるいはね、肉体的な性別の話もありますが、K と私の実際の、ね、人間的な性的思考、 みたいなものまで踏み込んで想像を膨らませる余地がありますよね。もしかしたらお互い肉体的な男性なのかもしれない。でも、ね、女装をしているのかもしれない。でも、あるいは心理的に、あるいは、ねえー、自分で任意的に選択するものとしての性別が違うものなのかもしれない。ね、あるいは男性や女性といったものによらない性を二人とも持っているのかもしれない。みたいなところでキャラクターがどん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 発展しますよね。ね 可能性が広がりますよね。どういうキャラクターにすればいいか想像が膨らみますよね。ねプロットで決めたらそれに従って書くしかない。最初に決まった登場人物の設定に従って書くしかない。でも、シーンから書いているから、どういうキャラクターにするか書きながら今決めることができるんです。どうしようかな、どんなものにしたらいいかな、ね、考えることができる。 考えることによって、ね、今さっき言いましたけどもね、足を引きずりながらって書いた。あるいはヒールじゃなくてパンプすればよかったって書いた。ということの意味が変わってくる。あるいは意味を変えるためにそういうふうに書いている。作中のキャラクターの可能性を広げるために文章を自在にコントロールしていく。という書き方をする。ね、え、川崎、お前の言ってることって、じゃあ、お前書きながら決めてない キャラクターの性格とか外見とか特徴とか性質を書きながら決めようとしているの。ので、お前の言い方だと書きながらさらにそれ可能性広げているから書きながらさらに決まらない可能性もあるよね。あるんですよ。だから楽しい。だから想像、イメージですね。この場合は想像力、イマジネーションを鍛える練習になるんです。この書き方は。はい。ね 何分ぐらい経ちました私が講義を始めてね、だいたいね、えー、30分たつ19年、49年が経過したということで設定させていきますが、だいたいまとめに入っていきたいんですが、ね、このシーンから考える物語の作り方の特徴の1つ目として、こう言わせてください。全体として何を書こうとしているのか、作者も編集者も、まあ、このやり方で編集者がついてきてくれる人いないと思うので、作者だけでいいでしょう。ね、作者等に、あなた自身もイメージできないんですよ。 何書きたいのかな何書こうとしてんのかなどういうオチにしたいのかなまあ、まあ、厳密に言えばねぜ、おぼろげな全体像みたいなはどっかで出てくるとは思うんですよ。ね。まあ、地上に現代的な人間性の関係、人間、 同士の関係性における。あるいは今、生の話をしたけど、生みたいなものに依存しない新たな人間的な関係性。まあ、そのものがあるのかどうか知りませんけど、魂としての人間の友情みたいなものはあり得るのかということを問いかけようとしているテーマがあるんだみたいなことを書いてるうちに思いつくかもしれませんからね。そういったおぼろぎなところを思いつくときがあるかもしれないけど、まあ、少なくともシーンを書き始めた段階では、ね、 君のことが好きですって一行書いた段階では僕は何も考えついてませんでしたからね、シーンから考える物語の作り方の特徴としては全体として何を書こうとしているのか作者もイメージできないんです。前提が不明であるため今何を書いているのかもすぐには分かんないんです。そのシーンが物語のどこに位置づけられるのかっていうのはまあまず分からないですからね。ですがそのメリットもあるんですね。思いついた情景を書きたいように書くことができる。ね。 あこういうシーン書きたい。こういうシーン書いたら面白そう。ね。っていうのを、もし皆さん思いついたら、それをパッと文章にしちゃうんですよ。ね。例えば、映画を読みに行ったり、例えば、小説を読んだり、例えば、漫画を読んだり、例えば、アニメーションを見たり、そういったある表現で触れて、あ、すっげえ面白かったな。ねこの場面、こんなふうに俺だったらするな。私だったらするな。こうしたら面白いかもっていうところの場面を勝手に自分で使いちゃう。ね。 その場面におけるキャラクター、場面における物語の位置づけ、構成というものが不明瞭でいいんです。ね、その場面を書いてみたい、ね。戦闘シーンを書いてみたい。魔法使いが魔法を使うシーンを書いてみたい、ね。親子が再会するシーンを書いてみたい、ね。恋人が破綻するシーンを書いてみたい。わ、ねね、かんないけど、なんかそのシーンだけを思い浮かべて、そこだけを文章化しちゃう。ね、思いついたらしちゃってみてください。ね それ書いたところで何になるのか、川崎。ね、何にもならないかもしれません。ね、僕が今言ってるのは物語の作り方であって、ね、完成させるための、さっきプロットから書く物語の作り方をね、一般的なものとしてご説明させてあげましたが、ね、一つの作品を完成させるための手段としては、非常にこのシーンから考える物語の作り方、増えてです。向いてません。最悪といってもいいやり方かもしれません。ね。一方で、ね、思いついた状況を書きたいように書くことができる。 書きたいものだけを書くことができる。前後の文脈を考えながら書くため、逆に論理的な構成力が鍛えられる。ね。論理的な構成を考えてから、言葉を選んでいくんじゃなくて、選んだ言葉から、それがつじつまが合うように論理を作る。難しいでしょ言ってること分かんない。ね。お料理で言ったら、とりあえずじゃがいもの皮むけよって言われてると同じなんですよ。いやむいてるけど、これどうなんのみたいなの分かんないけど、いいから。 いものから向いてみろ。その剥き方、剥いた時の自分の気持ち、剥いた時の情景、剥いた時の何か出来事、それでそのあとが変わってくるかもしれないでしょ。じゃがいも剥いてる時間の中で何か発見があるかもしれないでしょ。それがあなたの思いついていたものよりも面白いものになる、面白い料理になる可能性があるでしょってことを私は言ってるんです。ね。 そんなやり方聞いたことねえよって言うでしょう。ね。僕も聞いたことない。世界で言ってるのは僕だけです。ね。用の東西を得ても多分私しか書いたことのない書き方です。ね。なぜならこれで作れるものというものは非常に、えー、ゴールまで至ることが難しいからです。ね。 ね、デメリットの特,特徴の次にデメリットを共調させてもらいますけど、シーン同士をつなごうとするとベラぼな労力がかかるわけですよ、ね。思いついたシーン書いてみた、ね、出来上がった一つ一つのシーンを私も書きたいのを書けたら面白いかもって思っても、さあそれどうつながるさっきの料理の例に例え言ったらね、わっ、すっげーいいじゃがいものの剥き方しちゃって私って。 で、その別の人が別の人だとまあ料理としては、まあ、例えば、ー、建てとしては、ふさわしくないかもしれないけど、ね、一方でなんか、すごいオリーブオイルでめっちゃ香ばしくニンニク炒めたぜっていうことができて、でそれとそれ、どうつなげんのみたいなね、まあ、知識と経験があればつなげやすいけれども、まあ、料理はね、比較的ね、経験則が皆さん豊かですから、ね、結びつけやすいというメリットがありますが、これが小説を書く、物語を作るという作業になると、超難しい。ね。 えー、一例を挙げると、まあ、一例としては非常に正しくないんですけどね、マーガレット・ミッチェルがね、風と共に去りぬというね、あの一大巨編を書き上げたとき、ね、彼女は最終章から書いたそうです。ね、最後の章を書いて、ね、そしてその後飛び飛びでこういうシーンを書いて、ああいうシーンを書いてとやっていって、えー、来年月をかけて一つのシーンを書いて、ねえーまあ、今年やかな話でいえば、未だにね、第一章は書き上がっていない、このように存在しないという第一章が 彼女の中にはあり、そしてそれはもう、もう、まあ、ね。 亡くなられて久しいですから、その文章が読めるという場面はもうないわけですけれども、まあね、あの、ともに去りぬのはね、まあ、一大コンテンツと、その後遺族の方々、著作権を有する方々によって、続編、続編、続編みたいな感じで作ろう、作ろうとしているという、まあ、一種プロジェクトがされている、えー、コンテンツになってますけど、まあ、えー、この場合の話の作り方とは、まあ、似ているようで、まあ、厳密には違うんですけども、一つ似ているところであります。彼女も非常につなげるというう点でで、ね、労力がかかったそうです。 なので、作品をもしこのやり方で完成させようと思ったら、めちゃくちゃ時間がかかります。ね、完成しないということすらある。ね、一例、ね、完成してない例で言えばね、カフカ、フランスカフカの審判ですよね、あれはです、ねまあ、審判、まああと、僕の好きな公文書、固定新薬文庫だと訴訟っていうタイトルで、ねえー、出てますけれども、ね、審判はです、ね、で全16編の断片でできてある賞なんですね、どの章がつながっているかというのは、カフカ自身は指定してないんです。 ね、ただ、まあ、す、あ、べ、のー、てのカフカの原稿を引き継いだブロードが、ねこ,うまあ、こういう流れだということに手やってまとめたという流れで今、我々はそれを読んでるんで、それもいろんな版があったりしてね、あるいは近代になって2000年、21世紀以降になって、ね、その断片だけでパッケージングして売られてる本というのもドイツ語版で出てる。な,なんて言ったったけあの 忘れちゃったけど、すいませんね。不勉強な人間ですいませんね、えー。後ほど専門家の先生にフォローしてもらいましょう。ね。そういったものが売られてたりするんですけれども、そういったやり方もある。ね。あるんですけどまあ、一冊の本っていうのはね、人間本、我々小説っていうと、ね、1ページ目があって、最後のページがあって、それを通して読む。コデックスをされたものとして読むという体で、本といつも接してますから、完成っていうのはそういうね、ページ、ノンブルが通されて、物語が、えー、一連のね、えー タイムラインに沿って、ね、読めると、肉体的にも読み側のね、肉体的にもそういった時系,時系列で読めるというのが物語だと思うんですけども、そのやり方に流し込もうとすると時間がかかるよ。ただ、言った通りり、ね、予期しない展開、思いを書きないストーリーというのは発見しやすくなるというメリットがあります。ね、もっと言うと、一番体験した人はこれ。自分自身もイメージしていなかった表現性と出会うことができる。ね 今、私たちがイメージして考える論理的な流れというものに沿って、プロットを考えて物語を書くという作業。もちろん、そのスタンダードのやり方も磨けば磨くほど、面白いものが作れるようになるし、武器になりますし、書き方はうまくなります。ですが、その段階で、今、現時点でそのやり方をすることによって、出会える自分と、ね、このシーンから考える物語の作り方で出会える自分は、全然違うものなんです。 ああ俺こういう考え方できる人間なんだっていう驚きに出会えるのは圧倒的にこの書き方です。ね、もちろんその書き方があなたたちの、えーっとえー、望む結末に至るとは限らない。至るとは限らないんだが、ね、あ自分ってこういう可能性があるんだということを知るっていうのは学びのプロセスのではすごいすごいすごい大事なんですよ。ね 自分の持ってるリソースで、自分の知っている、えー、っと表現で、自分の願考えているゴールっていうものを目指しているとなかなか自分の想像をしている、イメージしている以上の自分を超えられないことがあるんです。ね。なんかいつまでたっても俺同じようなものばっか作ってんなみたいな時があって、そういったものを脱皮したい。 ぶっ飛ばしたたた、ね、たい、殻たい、いい枠をを破破りり殻みな表現、よく、ね、表現者の方、使われますけれども、そういったチャレンジをしたいというときは、このやり方が向いていますし、もっと言うとね、プロになっちゃうとやれないんですよ。この方法論で付き合ってくる出版社ってこのようにいないので、ね、学びのプロセスのうち、簡単に言うと学生であるうち、ね、商業的な、つまり仕事として原稿を依頼されていない原稿でしかできないんです、このやり方は。 ね、ですが、やると絶対に出会いがあるんです。新たな地面が知れるんです。ね、大変だが成長できるし、書いていて楽しいとまとめさせていただきましたが、その楽しさを触れ合っていただきたいなというのが、この流れの、えー、結論でございます。まとめました。効率的に物語を作ろうとしてはいけない、ね。もちろん、もちろん、もちろん答えておきますよ。大事ですよ。文芸コースは効率的に物語を作る方法論をちゃんと授業の中で教えます。 文芸講師として、他の先生方がいっぱいちゃんと丁寧に専門的に詳しく教えてくれます。効率的じゃない物語の作り方を教えてくれるのは、えーまあ、私,私だけだと思います。はい、ですが、まあ、今日私の体験授業ということで、特殊な例としてこの授業をさせていただきました。ただ、言いたいことはちゃんとあります。無駄なことを、ね、ルビ遠回りと振らせていただきましたが、想像力、クリエイティビティの掃除になるんです。 ね、ボツ、失敗という意を振らせていただきました。こそが、最も活手を成長させる。ね、大学とかで教えていると、時々ね、えー、現代的だなと思うんですけどね、失敗を恐れる学生さんというのがいらっしゃいます、時々。 失敗を恐れるということは効率よく作業をしようとする効率よく学びを深めようとするそれはそれで絶対に間違ってるスタンスではありません先ほども言いましたようにね時間という制約お金という制約そういったものがあるという方がより効率的に表現を学ぼうとするという姿勢は全く間違っていないので正しいので大事ですですが物語を作ることクリエイティビティを育てることねイマジネーションを鍛えること まで効率的であろうとすると、逆に効率的じゃないことの方が多いです。ね。それは結果的に今いるあなた以上の成長をあなたにもたらさないから。無駄だと思えること、いや、こんなんやって意味あんのかなみたいな学び。そういったものをチャレンジしない限りは学びとして深まることはない。断言します。ね。それをしない人間。 遠回りなことをしない人間が出してくるね、さっき私がいっぱい企画書とかをお見せしましたが出してくる企画書は分かっちゃうんですよあ、この人は無駄なことをあんましてこなかったなだからこの人が書く物語は無駄がないなだからこの人が書く物語はおそらく読者に驚きを与えないなっていう編集者的な判断が可能になっちゃうんですね、それはともっともっと言えば読者にとってもそうなんです 読者がページをめくるときに、あ、この人、次のページでこう書くなって分かっちゃったら、読者はページを閉じますよ。ね。現代は特にそうです。ね。お約束とかね、テンプレートっていったもので、こうああ、まあ、こうなるんでしょう。でもいいや、そういうのを読みたかったからっていう読者は激減している時代です。ね。 圧倒的に本が売れない時代、圧倒的に読書、というあ出版という経験の体験が、ね、業界が苦しんでいるこの時代において、ね、先が分かる流れ、効率的な今まで通りなスタンスで作られた物語というのは、もう誰にも見向きされないと思ってください。ね、先が見えない、どうなるか分からない、意外性、衝撃、驚き、そういったものが武器になるんです。 そういったものを伝えたくて、文芸コースというものは講義をしていますし、そういったものを伝えたくて、私は文芸コースの主任をしています。ですので、皆さんも次の時代、これからの時代の表現者、これからの時代の書き手になりたいと思ったら、この私たちのいる文芸コースの学びに、ぜひぜひ参加してみてください。 ね、ここで教わるのはもしかしたら無駄なこととか遠回りなことがあるかもしれません。ですがそれをやることが絶対に絶対に現代っていう非常にある意味ではシビアな時代に通用する表現になるんです。ね残酷なんですよ。ね。なんでの驚きが必要かっていうと非常に簡単に言うとメディアが変わってるからなんですね。 紙で読んでた時代、20年前だったらね、テンプレートでよかったんですよ。どうしたってメディアが変わってないから。ね、本っていうものがあって、それは紙でできていて、それがコデックスで閉じられて、それはみんな手で持って、ペラペラめくりながら読む。ね、そういった物理的な身体的なテンプレートがある以上、それに従った書き方っていうのは全く間違ってなかったんです。ですが、その間違っていない書き方というのは今の時代は変わっている。メディアが変わっているから。もしかしたら皆さんの書く表現は紙じゃなくて電子かもしれない。 まあ電子書籍はもう当たり前だよね。当たり前だけど、その電子書籍の見方も、もしかしたらね、コデック的なスクロール。ね、1枚の PDF で上から下にこうスクロールバーをブーンってスクロールしながら読むかもしれない。もうそれは物理的な目と手の動きが違うでしょ。紙の時代と。ってことは書き方も変わらなきゃいけないでしょ。ね、読者が受け手となる UI、ユーザーインターフェースが違うんだから。ユーザーインターフェースが変わっていくっていう時代がこれからどんどん起こるんです。もしかしたらもうその電子書籍的な読み方すら古いかもしれない。ね。 ね、10年後の読者は絶対みんな VR ゴールで読んでるかもしれない。そうなったら見せ方変わってくるよね。VR ゴールすら古いかもしれない。ね、今みたいにオーディオブックなんてものが当たり前になって、文字で体験する。視覚的、目でまだ読んでんの。お前、古って言われるじ代来ちゃうかもしれない。そうなったらもっともっともっと,と UI が変わるんだから、もっともっともっと書き方変えなきゃいけないでしょ。ね、ってなってくると、常に僕たち、表現者は先回りして、書くことの面白さ、 驚きっていうものを私ちゃんと考えて表現してますよっていうスタンスを持ってないと表現者として需要がないんです。誰も発注してくれないんです。誰も作る場をらくれないんです、ね。そういったものが定着してからあ最近はなんか、えー、電子書籍もーー古くなってこういうこれこれこういうやり方でみんな本読むんだってっていうのが定着してから動き出すんじゃ遅いんですよ。ねね、そういったものでこうずっとずっと後人を排してきた。 ののが、ね、日本の出版文化ですねもうここ25年ずっと負けっぱなし、ね、ですがいよいよもう負けてらんないそろそろリードしたい、ねまあ、日本語っていう言語的制約あるとはいえ、ね、これだけ読むのが好きな国ですから、ね、文章を書くのが人が多い国ですから、ね、チャレンジしない手はないということでそのチャレンジの一環チャレンジを学ぶための非常に珍しい学び方として今日の講義を展開させていただきました。ね 分かりにくかったなということがあるかもしれませんが、ね、その辺もしご質問があれば、Q、Q&A の方で触れていきましょう。はい。というわけで、講義の方は、ね、ちょっと5分ほど過ぎてしまいましたが、終わりにしたいと思います。ね、この後文芸コースについてをね、あのウェブページを中心に、ね、より専門的な解釈とともに、小川先生と,とともに私でフォローしていきたいと思います。 ね、皆、皆さん、これを今日見てきていただいた方もいっぱいいらっしゃると思います。なので、まあ、あの、繰り返し繰り返し話すことはいたしません。私と岡島先生、専門の教員がいるこの場でですね、細かいところをフォローしていきたいと思いますね、まあ。大枠としては文芸コース書くと読むで、文芸の広い世界を知る。この基本理念は揺るぎませんね。先ほどの質問にありましたが、今後カリキュラムが変わったとしても揺るぎません。基本的な理念です。 で3つの科目群から選ぶということで、ねえー、このあたりからフォローが必要になってくるのかな。まあえー、スクリーン科目、ね、そしてテキスト科目、そして、えー、作るテキスト科目というものがあって、まあ、簡単に言うと、読む、各くを学ぶと同時に手を動かすということをこの3つの科目群からするということですね。はい、ステップ1に文献の世界を楽しみながら幅広さと奥行きを知る。 ね、先ほどありましたけど、純文学も筆頭にいろんな文芸作品を読ます、さまざまなジャンルを読みます、エッセイ、詩や俳句、短歌、ね、旅行記、ノンフィクション文学、みんな文芸だとして捉えています。ね、ライトノベルだって入ってきます。そういったものを全部,全部含めて、児童文学も絵本も入ってきます。そういったものを全部含めて文芸として捉えていますので、えー、いろんな世界を知ることができます。はい、ここですかね、何か岡島先生のほうからフォローがありますでしょうか。ここからは、えーと 大丈夫です一応さっきの,あの、えー、テキストスクーリングだと最後卒業研究ってありましたけど、はい、要はその課題のやり取りですね課題のやり取り、まあ、レポート課題でのやり取りとしてのそのテキスト科目というものとあと実際にその同じ時間にまあこれはズ,ズームでの場合であったり実際に大学の方に。 来ていただいての対面という形でもあるんですけど、スクーリングという週末の土曜日、日曜日に開講される、えー、授業、まあ、その2つを組み合わせて、あのー、単位を取って卒業へと向かっていくということになります,そうです、ね、作るにもあのテキスト科目ありますし、ね、接するにもスクーリング科目ありますしということをやっていって、卒業研究というものに至るということですね。 そしてあの、えーまあ、先ほどね、遠隔化の話が質問の時にも上がっておりましたけれども、今、お見せしていた画面の共有の方でお見せしていたあの、まあ、スクーリングとテキスト科目でというのは、2023年度は、 その形での実施となりますまた2024年度からです、ね、あの完全遠隔化ということ、まあ、あのホームページの方は2023年度からというふうに、えー、もしかし,あの記して記されているのをあの皆さんご覧になったのかもしれませんが、えー、24年度からあの完全遠隔化ということになります、まあ、ちょ詳細についてはです、ね、またあの後日12月の説明会の方で、えー、詳しいことをお伝えできるかなというふうに思うんですけれども、あのちょっとに えー、24年度から完全学化にまあ変わっていく、まあ、詳細についてはまたあ12月の説明会にぜひ来ていただきたいそちらでねあの詳細確認していただきたいなというところなんですがちょっとあの移行期にある、まあ、両方の,あの今の形と新しい形両方を体験できるという意味では、えー、2023年度に、えー、本学に、ね、おいでいただくいくとすごくワクワクするかなというふうにも思います。 まあ最後、我々の方からあの締,め締めに入ろうかなそうですね。はい。はい,もいや。お願いします。川崎先生に、俺が僕、僕<あ>、<laughs> はい。あの、皆さん、今日はですね、あのー、お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。あの、僕も実は川崎先生の,あのレクチャー聞くの、実は初めてでめ、めちゃくちゃ面白い人だなと思って <laughs>、あの、聞いてました。あの、本当今日お話になった、あの、シーンから描く、えー、小説の、ね、考え方、これ、本当にね、あの、皆さんの、なんて言うんだろうな、 何て言うんだろう,こう、文章のスキルとかって、そういう表性的なものじゃなくて、考え方っていう、すごく根本的な部分を揺さぶってくれる方法だと思います。これはぜひね、皆さん、あのおうちで、あのー、実践してほしいし、あるいは友達とね、集まって、知り合いの人と,とか、サークルとかで集まって、同じ一つの場面からみんながどう違った、えー、場面と膨らまい,かあい,いでいね。今もやっても、ね、はい、すごく面白いんじゃないかなってうん、うん、学びにはなります、ねうんはい。はいはい はい、じゃあ私も締めの言葉で、はい、本日は本当にご参加、多くの方にお集まりいただき、ね、お忙しい中お、お休みの日にありがとうございました。えっ、ー、とですね、あの、これを機にですねあの、京都芸術大学に興味、関心を持っていただければ幸いでございますし、文芸コースで学んでみたいと思っていただければなお幸いでございます。あるいはそれに決断するためにですね、えー、些細な気になること、ご質問等とあれば遠慮なくですね、えー、お送りください、えー。我々講師一同、今節丁寧にご回答いたしますので、はい。 今後ともどうぞよろしくお願いします。そして興味ある人はですね、えー、興味というか、より詳しく知りたい人は、先ほど申し上げましたが、えー、12月11日の説明会にぜひご参加してください。ねえー、文芸コースが今どうなっていて、これからどう変わろうとしていくか、ね、よりよく皆さんのためになる講座、よりよく文芸表現の学びを追求できる講座にしていきたいと思っておりますので、えー、ぜひぜひこちらの方のご参加、12月11日もよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でございました。ご参加ありがとうございました。いました失礼いたします。 Thank <laughs> you.